ザピンポーンとかはーいとか言って出たんですよ。何してんだよ。マイク出発するぞとか寝てましたね。寝てましたとか上着が脱いであってズボンが脱いであってで寝室からどんどんこうあの服が脱ぎ捨ててあって土田とかもリュウク？リュウク。まあそういうのあるね。そんな感じですけどね。喋れる範囲だとしたら。まあ、あのプライベートの話で言うと、はい、あの野球やってる時ね、まあ、傭兵組で言ったら周平と一緒になんかいいじゃない。僕も弟みたいに可愛がってますけど、なんか喋れる範囲でいいんですけど、なんかあります？こう面白かったエピソードみたいな。僕がいないタイミングの先輩後輩もあるじゃん。一世の方が年上で言えない話の方が多いんですけど、でも周平ってやっぱ多分周平って多分みんなが見て可愛いって思うじゃないですか。まあね、バカだけどね。バカだけど、いい意味でバカだけど可愛いし、生意気なとこあるけど周平だからいいやとかってあるじゃないですか、うん、でオフシーズンかなんかもう入ってすぐなんですよ、うん、なんか急に周平から電話かかってきて、ゴルフ行きましょうよとか言って、いつって言ったら、いついつどうすかとか言って、あいいよとか言って、じゃあゴルフ場とメンバーよろしくお願いしますとか言ってえってもう反論する、お前がやれよって言う前にピッて切られたんですよ。だからもうそこからもう予約してメンバー集めてゴルフ行って、当日いいっすねこのゴルフ場とか言ってけど可愛いなっていう、まあ、結局可愛いなっていう話しか残ってないんですけど、まあ、あとはもう言えないようなちょっと酔っ払ってとかってありますけど、可愛いなっていう周平がとにかく可愛いなと思いますね。一回俺ら何年か前にさ、もうコロナの前だったけど野球教室行って周平出てかなかったらあったよね。 ありましたね。で、あのユウスケと一世と周平で俺が乗せて、うん、どっかまで行く、みんなで行くみたいな、みんなで行くみたいな。で、まあ、一番家が近かったんで当時周平を先に、まず後輩だし周平、一世、ユウスケ乗せて行くってなったんで、ね、ありましただから時間になっても一向に周平出てこないから、まあ、先に二人を迎えに行こう、ね、でもう先行くわって一世迎えに行ってユウスケ迎えに、その間もずっと連絡して、うん、してって言って、俺が運転してるからで連絡してもらって、全然出てこないし、タクシーも取らないしって言って、まあ、でももう一回行って家に行ってチャイムをして、もう出てこなかったらもう置いていくしかないの僕らも全員遅れるのはみたいな。で、それ出なかったの最初、もう出ねえじゃんやっぱ、何やってんだよあいつとか言って、連絡取る方法ねえじゃんみたいな。そしたら最後一斉押したんだっけ、これもう最後押して、あのこれで起きなかった、起きなかったってか出てこなかったら、って言ったらピンポーンってはーいとか言って出たんですよ。もうもうもう何してんだよ。マイク出発するぞとか寝てましたね。寝てましたとかってとりあえず部屋来てくださいとか言って、部屋行ったんだよ。でオートロックピーって開いたんですよ。で上上がったらもうすっぱだかでこうやってシャンプーしてるんですよ。お前そんな時間ねえぞとか言って、でパッて見たら上着が脱いであってズボンが脱いであって、で寝室からどんどんこうあの風呂場までこう服が脱ぎ捨ててあってちょうどね奥さんがオフで実家に帰ってくる、ね、子供が生まれるとかそういう時期だったので、周平しかいなくて、で僕の車乗ったら乗ったらいいんですけど、皆さん大丈夫でしょ、時間間に合うでしょ、ギリギリだわみたいな、もう間に合ってない時間だからみたいな。でも僕頑張って行ってると思ったら速攻寝てそうなんですよ、ね、あいつのすごいとこは関係なくそれで寝れるっていう、ね、そうそう。でユウスケはお前しばくぞって、みなさん運転してるのとか言って、いやもう大丈夫です、みなさんはお兄ちゃんなんでって言って寝てました。まあいいんだけどね、そういやそういうエピソード多いですよね、うん、だから週あの遠征先のホテルとかでご飯食べ行って、明日ちょっと起きれないかもしれないからキー預かっといてくださいよとか言って、
起こしに来てくださいとか言って無理無理無理とか言って、もう自分でちゃんとしろとか言って部屋押し込んだら、ちゃんとこうあの何ですかドアロックでこう人が入ってこれるように来れるようにして、で僕次の日起きて朝食取りに行くときに起きてないんだと思ってそのまま入って周平飯とか言ったら、え寝るから帰ってきたら起こしてくださいまあそういうのあるね、そんな感じですけどね、喋れる範囲だとしたら、うん、はいまあそういう感じだよね、うん、でもいろんな人がいて面白いかもしれないですね、うん、野球選手は、うん、かわいい後輩たちもいっぱいいますし、うん、なんかいる他にかわいい後輩ですなんか慕われてる感じするんだけど、いやかわいいのばっかじゃないですかね、憎いのなんて一人もいなかったですし、なんか誰かかわいがってるやつとかいる別の、あ僕は伊藤浩介、あの素材というか素質は良くて、うん、なんかイメージ井端さんみたいなバッティングっていう、うん、俺も思った、だからものにしてほしいなっていうのもあるし、伊藤浩介自身もなんかいろいろ聞きに来てくれたりとかも現役中はあったんで、なんか頑張ってほしいなっていうのもあるし、なんかまあいろんな選手ですね、うん、土田とかもリュウクあれルーキーで入ってきて、僕読谷キャンプで一緒で、うん、なんか人懐っこくて、うん、遠藤さんのグローブの配色めっちゃかっこいいんでこれで頼んでいいですかとかもう一回り以上離れてるのになんか平気でスパッと貸してくださいよとか言って、バットこれめっちゃいいっすとか言って、なんかそういうやり取りとかして、まあ遠征先とかでもホテルの食事会場とかで一緒に野球の話したりとかプライベートの話して、年齢差はあるけどこうなんか距離の近かった選手で、すごい可愛いなってなりましたね。今年ねレギュラーかかってるけど、いやもうなんか伝えれることとかない、なんか伝えたいことみたいな、いや今やる今しかできないぞって、うん、それはまあ何歳の選手にもそうですけど、よく現役のうちが花だぞって言って、うん、まあ、確かに辞めた時に現役は花だなって思ったんで、今できることは絶対やんないと、まあ、後悔は僕はしなかったんで、ただしっかりね練習やってらっしゃる、ただなんか終わった時にやっときゃよかったとかって言ってる選手もいるんで、そうはなってほしくないなと思いますね、はい、真面目な感じでいいですか。いや真面目な感じでいい感じで終わろうかなと思ってすごい長い時間ありがとうございます。すごいいい話が来ました。まあこれからね一星とはどっちみち一生の付き合いだと僕は思ってるんで、はい、これからもお付き合いよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。